朝起きたら俺女子高生のママだった。絵描くかビーニ、絵描くかビーニ、オーワーファーストワン、ファーストワン、ゴーインアップ、どんだけでもやることなくて困って、やりたいことは昨日やった、ソロと打てない、立ち飲みできない、大吐けない、おっさんが俺を狙ってるぜ、街合わせ、マルク、おっさんとも知らずに30年後起きたら俺まだ女子高生、おっさんがおばさんに47が47に戻りたい、戻りたい、もう制服着たくない、仲良させてもろてるね。本当ですか？ほんまに紹介しようか。今日もこれから取材やんか。紹介しようか自分。あ、ぜひぜひ。すいません。お願いします。来たー、見てて。はい。チュース、チュース、佐藤さん、チュース。はい、どうぞ。ミナスポのトシミス。はい、どうも。チュース、はい、どうも。佐藤さん、佐藤さん、あの大東俊介さんがよろしく言うてましたわ。あ、どうも、そうですか。あ、どうも。チュース、チュース、はい、おい、マミン、マミン。佐藤さん、この子新人やねんけど、マミン、そうだよね、はいはいはい、めっちゃめっちゃサダオさんファンで、通称いいっすか、通称、マミン、マミン、カメラ出せ、早く急げよ、急げ早く、マミン、マミン、マミン、動画になってんじゃねえかよ、マミン、マミン、サダオさん、サダオさん、あの、はい、あの阿蘇山大噴火さんが、どうもよろしく言ってました、はい、じゃあ、なるで早く早く行くよ、癖になる、でも美味しいよね、それがブルーチーズ、何ですか。ありがとうございました。No future!昨日整体師がこう言ったんだ。あんた50で死ぬよってね。占い師に言われたよ。生命線が切れてるってね。ギタリストに言われたよ。びっくりした？びっくりしたよ。もう世界のフューチャー。
ジジイばっかでさ、水風呂もないよねジジイばっかでさ、でも鏡見てみなよ、お前もジジイだよ。もう少年じゃなかった、すっかり中年だったんだ、もうすっかり中年だったんだ、もうすっかりノーフューチャー、もうすっかりノーフューチャー、もうすっかりノーフューチャー、あと何回できるかな、あと何回